いただくよ。こちらの番だな。はっ、よっしゃ、幸運の矢、かかってチェイ。掃除する。そら、ゴミは片付けなきゃ。聖火の光を輝きたまえ。ぶつけるぜん。こちら使わせてもらう。行くよ。当たり、かかってきな。ふっ、やれやれ。それさてと、あう。ブラボー、テメノス。そら、欲しいなら取ってみな。世辞はいい、剣が錆びる。このこちらの場、いや、行くよ。行くよ。ブラボ、よし、いざ。まだまだだな。
かかってきな。さすがだぜ、ソローネ。おめえ、行くぞ。いや、行きますか。聖火の光よ、輝きたまえ。いいでしょう。このここからだ。こっからだ。いいもんは分け合わねえとな。かかってきな。押し通る。掃除する。ソーラ、こっからだ。食らいやがれ。これだ。やれやれ。聖火の光よ、輝きたまえ。いざ。隙あり。出番。そうだ。こちらの番だな。いや。いいでしょう。はっ、こっか。お疲れさん。いざ。行くぞ。
こちらの番だな。かかってきな。
しゃい。よっしゃ。はっ。行くよ。そこ。くらいな。いざ。いや。いいでしょう。はっ。炎よ燃えろ。行くぞ。これでどうだ。世辞はいい。剣が下げる。かかってきな。いざ。こちらの番だな。はっ。行くよ。やっと寝るんだ。ブラボー、ソローネ君。聖火の光輝きたまえ。行くぜ。かっ。かかってきな。ふっ。ここからだ。使わせてもらう。さてと、それ。行きますか。本気で一生かみ輝きたまえ。戦いは本業じゃないんですが。こちらの番だな。you
塞がないでください。ここからだ。あ、これでどうだ。掃除する。闇夜は怖い。よっしゃ、幸運の矢。おらおら、傷を癒やしたな。ナイス、テメラス。かかってきな。チェッ、行くよ。見えたぞ。行きますか。聖なる神よ。いざ。よっ、出番か。はっ、行くぜ。ふっ、掃除する。はっ、よっしゃ。よっしゃ。はい、おしまい。
ここか。クコクの軍師長にして我が盟友火山、風の頼りでこの町へ火山が流れたと聞いた。さてどこにいるクコクのわしよ。いただくよ。
ここは。これは闘技場。やれ、八つ裂きにしろ。血だ血だ。さあ次は誰が勝つ。ハッタハッタ。男を戦わせ博打などしている。きっとやみつきになるぞ。懐かしき顔に乾杯だ、光殿。火山、探していたぞ、クコクが。話は遠くこの町まで聞き及んでいる。クコク弟王子が反乱を企て内紛が起きたとな。大方首謀は無限将軍か。クコクは奪われた。火山よ、そなたの知恵が必要だ。無限を討ち国を取り戻したい。それはまた一興だな。クコクには少なからず光殿を王に推す者がいた。私もその一人だ。ではまず私の力になってくれぬか。どういうことだ、カザ。こういうことだ。何を。はい、飛び入りか。剣士だぜ。妙な着物を着てやがる。あの剣士にかけるやつは、さあ、はったはった。そういうことか、火山よ。理由はわからぬが、この者と戦えと。何をごちゃごちゃ言ってやがる。来ねえならこっちから行くぞ。抜いたな。後悔するなよ。勝負だ。いざ。ここからだ。はっ。行くぞ。ふっ、もらった。いざ。せい。こちらの場。ふっ、今だ。いざ。殿のために使わせてもらう。クコクの誇りとともに。やるじゃねえか。おい、あの剣士は何者だ。お見事、光殿。変わらず美しい剣だ。火山、訳を話せ。納得できねばその杯を切る。まあ落ち着かれよ、光殿。そなたに剣闘士となってほしいのだ。何？
剣闘士となるにはもろもろ面倒な手続きがいる。がそなたは必要ない。客を喜ばせる武力を示したからな。待て、なぜ俺に戦えと。いよ、私の銭釜をすっからかんだ。わしは多額の借金を抱えた。返すまで町を出られぬんだ。博打か。悪い癖が治らぬな、火山よ。人生とは不出来な酒なり。とても飲めんよ、魚なしでは。私がその剣にかけ、光殿は勝ち続ける。金を返せた暁にはこの火山喜んで助力しよう。いいだろう、戦うだけなら俺は構わない。さすが光殿、一国の王たる器だ。始まったか。敗者には死。百の屍のバンデラ、ここで唯一百戦不敗を達した豪傑だ。百の屍を築いたその剣を下した者は未だない。奴は強い。光殿、あれがこの狂楽の地の本性だ。すねに傷持つ手合いが集められ、死ぬまで戦わせられる試合だよ。各地から富豪が隠れ集い、莫大な金が動くのさ。そして試合へ出るには闘技場での実績がいる。あそこで勝てばよいのか。いかに。腰は引けていないようだな。準備ができたなら参ろうか、光殿。また出やがった、最国の剣士だぜ。身の程を教えてやれ。その剣抜いたのなら覚悟はあるな。なめるなよ、最国の猿め。
はい、やってやろうぜ。面倒だ、まとめて相手をしてやる。勝負だ。いざ。こちらの番だな。せっ。ここからだ。いや。いざ。これでどうだ。行くぞ。使うぞ。まだだ。使うぞ。ここからだ。使わせてもらう。こちらの番だな。これでどうだ。行くぞ。使わせてもらう。ここからだ。ふっ、見えたぞ。行くぞ。ふっふっ、ここからだ。このノート、これでどうだ。世辞はいい。剣が錆びる。まだまだだな。やっぱ強いぞ、あの剣士。奴の試合を見せろ。お見事だ、光殿。納得いかん。相手は手負いだった。だが、これで試合への出場権を得た。次からが真の戦いだ。念入りに準備されよ。命を落とさぬようにな。さっきの試合、あのざまは何だ。ボルノ様、我らはもう限界です。どうか自由を。故郷には家族が。バンデラ、敗者には死。貴様らが飼われたのはその命でわしを儲けさせるためだ。血肉を晒し、客を楽しませろ。西国から客人が来ているぞ。誰が迎えてやる？あんな強えやつ、無理だ。使えないゴミどもめ。そうとなればお前の出番だ。串刺しのゼトよ。その爪で
できるだけ客に血を見せて殺せ。お任せを、工業主様。妙な気を起こすな。バンデラムが見張っているぞ。耐えるのだ、兄弟たちよ。戦うしかない。ここで生きるには。光殿、戦いの準備が整ったようだ。過酷なものになるだろう。油断なさるな。無論だ。では行ってくる。シンガオらしい。西はクコクの剣士とか。相手は串刺しのゼト。22戦無敗を誇る強者です。さて、どちらにかけるか。屈強なオスの命をチップとする快感、やめられませんな。火山殿はどう見られますかな。貴殿は1階の客からこの席まで来た腕をお持ちだ。お戯れを、月があっただけです。皆々様、今宵も賭けを始めましょう。闘技場の持ち主のわしが胴元、配当は2倍だ。串刺しのゼト対西国の剣士、さてどちらですかな。ゼトに80万リーフ。ゼトに120万。同じく200万。誰か相手にかけてやらんのですか。つまりませんな。西国の剣士は5倍に上げよう。さあ、かけるものは。西国の剣士に5000万リーフ。火山殿、本気か。大きく出ましたな。同郷の情けというわけか。賭けに二言はないぞ、軍師殿。まあ、見ておられよ。剣士、対するは剣闘士ゼト。ゼト、頼むぞ。お前につぎ込んでるんだ。その爪で小僧の腹跡を見せろ。なぜ来た、こんなところへ。志のため。悪く思うな。どちらかが死なねば終わらん。ここは血塗られた牢獄だ。通る。いざ、いざ。
やでやこちらので行くぞいざいくぞはいざネクサン苦国の誇りとともに是都が負けた何者だあの西国の剣士は賭けは私の勝ちのようですな興行主殿2億5000万リーフ頂戴しようかふん、お支払いしろまぐれでうぬぼれなさるな軍師殿よどちらかが死ぬまで終わらんとさあ覚悟はできている殺せ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 光なあ血が騒ぐだろうまたか血が俺を求める いつまで言いこぶってんだ素直になれよ、光。俺にはわかるぞ、光。お前は誰より血を欲しがってる。客どもに見せろよ。真っ赤なやつをよ。そんなもの、俺は求めてなどいない。貴様は消えろ！なんだ？勝負はついた。ふざけるな血を見せろ血をー西国の剣士は礼儀を知らんらしい光と皆々様
よそ者の無礼、お怒りはごもっともです。だがご安心を、英雄が手ほどきしてやりますぞ。敗者には死。あんた邪魔をするな、西国の剣士。ついた勝負に水を差す気か。相手なら俺がなる。一目見て惹かれたぞ。いい目だ。死の淵に佇む者の名。聞け、西国の剣士よ。貴様に試合を申し入れる。受けて立つ。明日、それが貴様の最後の日だ。その肉も骨も晒してやろう。我が剣にかけてな。バンデラム、バンデラム、バンデラム、バンデラム。バンデラム、客のもてなしを心得とる。さて、火山殿、明日の賭けが楽しみだな。まったくですな。一つ忠告しよう。西国の剣士を侮られる。ふん、酒臭い軍師め。締めたぞ、光殿。願ってもない好機だ。闘技場の英雄との一戦、勝てれば一攫千金となる。誰が相手でも負ける気はない。心強い。ようやく金を返せそうだ。杯を隠しているな、火山。嘘をつく時の癖だ。そなたのことは昔から知っているが、試合を見るわしの目はかつてなく悲しそうだ。何を考えている、火山。ご武運を祈る、光殿。さて、皆々様、本日の目玉です。百の屍、バンデラム対西国の剣士。バンデラムは歴代最強の剣闘士。配当は 1.1 倍。西国の剣士は10倍としよう。さあ、どちらですかな。バンデラムに賭けぬ者はいません。
闘技場を知る者なら。軍師殿の戯れもここまでか。三億。うん？先の配当金と資材すべてを合わせ、締めて三億リーフ。最国の剣士にかけよう。なんと、気は確かか、火山殿。無論、賭けに二言はない。もし勝てば30億リーフ。さすがのボルノー殿も。はした金だろ。この地有数の富豪なのだ。受けてたと、火山殿。くれぐれも後悔なさるな。かなりの剣豪と見た。だが主は間違いだ。いや、これでいい。興行主様、戦いしか能のない俺に道を与えてくれた。我が剣は主のために来い。勝負だ。いざ。ここからだ。こちらの番だな。せい。行くぞ。いざ。こちらの番だな。いざ。使うぞ。こちらの番だな。はあ、ここからだ。いや、行くぞ。この者のために。まだまだだな。やるな。百の敵を退け、俺はここまで這い上がった。だが貴様のような強い剣は初めてだ。何が貴様を駆り立てる。金か、名誉か。
友だ。この先に友たちが待つ道がある。ほう、貴様の道とは。俺は祖国を導く王となる。何者も血を流さぬ国へ友たちを導く新たな王とな。だからここは引けない。なんとバンデラムと互角とは。ボルノー様、お逃げください。何事だ。剣闘士となぜ。守衛は何をしておるのだ。バンデラムは。そう、英雄は不在だ。光殿との試合の最中だな。長く待っていたのだな、この好機。なんだと。後がないようですな、ボルノー。バンデラム、早くそいつを始末してわしを助けろ。仰せのままに、工業主様。友のため戦うと言ったな、剣士よ。剣を握る者、誰しも理由がある。そしてそれは強さそのものとなる。よくしゃべる。勝負に口などいらん。剣を交えればわかる、どちらが強いのかな。俺は進むぞ、友の待つ先へ。友の待つ先へ。いいでしょう。傷を癒した。屍となる。ああ、まずいですね。はい、どうぞ。まだ死ねん。よっしゃ。どれよ。いざ。さあ。悪いね、光。はいよ。ここからです。さあ、足止めさせてもらう。そこ。スローネ。はいよ。まだ死ねない。さて、傷を癒したな。誰に。ここからだ。
くぜ。頼んだぜ。ありがとう。いざ。いいでしょう。ご安心、私が守りますから。行くよ。悪いけど本気出すか。さあ、そこ。任された、ソローネ。かかってきな。やめんなよ。やってやるぜ。どれよ。さてと。はい、どうぞ。ありがとうさん。よっしゃ、ど根性。幸運の矢。出番か。足止めさせてもらう。行きますか。聖なる神よ、行くぞ。俺は進むぞ。使わせてもらう。行くよ。ソラ、ここからだ。行くぜ。トラブルはごめんだぞ。さてと、聖なる神よ、行きますか。聖なる神よ、出番か。そこ。かかってきな。いざ。出てます。できましたね。出番か。足止めさせてもらう。行くぞ。これでどうだ。やれやれ、させません。はい、どうぞ。思うよ。行くぜ。
くよ。遊びは終わりだよ。クライナー、ここからだ。いいでしょう。させません。やらせ。掃除する。蛇は行くよ。フクロウ、よっしゃ。炎よ、燃えろ。ここからだ。やらせ。やれやれ。はい、どうぞ。聞くよ。出番。ソラ、かかってきな。炎よ、燃えろ。おっ、うわっ。デメロス、やらせて。まずいですね。いや、傷を癒したな。ありがとう。行くよ。フクロウ、よっしゃ。炎よ、燃えろ。いい加減できねえぜ。任せろ、パルテティオ。炎のために使わせてもらう。行くぜ。出ません。足止めさせてもらう。いいでしょう。聖なる神よ、出番。そこ、クライナ、行くぞ。かかってきな。おれ、そうよ。よっしゃ。トラブルはごめんだぞ。コウモリ、やっ、やれやれ。聖なる神よ、ブラボー。任されたぞ、デメロス。はぁ、行くよ。足止めさせてもらう。行きますか。本気で行きますよ、聖なる神よ。かかってきな。お、頼んだぜ。すまん、こちらの番だな。これでどうだ。行くぞ。レバント、コウモリ、そこ、
さてと。聖なる神よ、こっからだ。ここからだ。せおお、ぶつかりせん。さ、足止めさせてもらう。いいでしょう。はい、どうぞ。みんな手に乗せ。はいよ。信じてましたよ。行くぞ。出番。やっ、やれやれ。使わせてもらいます。かかってきな。はっ。クロここからだ。これは使わせてもらう。さてと。聖なる神よ、こっからだ。トラブルはごめんだぞ。の番だな。はあ、さてと。はい、どうぞ。すまない。行きます。祈るなら今です。聖なる神よ、さあ足止めさせてもらう。行くぞ。殿のために。熱弾。富国の誇りと共、負けだ。殺せ。掟に従って。
無駄な血は流さん。この剣はただ苦国を導くために。いい目だ。お見事だ光殿。その剣、東にもかなう者はいまい。世辞はいい。剣が錆びる。それより何を考えている火山？さて工業主殿、賭けは私の勝ちのようだな。何が望みだ？わしの命だけは。賭けをお忘れか？30億リーフお支払いいただこう。待ってくれ。そんな金額とてもすぐには。ならば金の代わりにこの闘技場をいただこう。悪くない取引だろう。それともその命の方が良いか？分かった。闘技場やろう。恐ろしや。苦国のわしよ。俺らの命で遊ぶのは楽しかったか？よくも、よくも今まで。待て！そなたたちの憎しみは察するに余りある。だがその者たちを殺めた先には何もない。これ以上無駄な血を流すな。剣は望む未来を切り開ける。そなたらの剣をその者たちの命で汚すな。あいつの言う通りだ。兄弟たちよ、終わりにしよう。すまない光殿、嘘をついた。初めから彼らを救うためだった。火山、私はかつて無力な下民だった。ジゴ様はそんな私を認め、そばに置いてくださった。そして今の私がある。彼らにも居場所を与えたかったのだ。話は聞いた。俺たちも力になるぞ、兄弟。そなたら、あんたの国のために共に戦わせてくれ。そなたらは自由だ。苦国の争いに巻き込むなど。自由の恩を返したい。あんたについていきたいんだ。兄弟、あんたの行く先はきっと明るいようだ。そのためなら俺たちはまた戦える。そなたが礼を言う。光殿、このわしも晴れてそなたの力になるぞ。飲もう。今宵は共に。火山、まさか初めから
全て見通していたのか。彼らが仲間になるほど私を誰とお思いか。クコクのわしだぞ。ま、光殿あっての策だったな。さて、私は竜の宿場にて決戦の準備をするとしよう。俺はかつての仲間雷鳴を説得に向かおう。待たれよ光殿、先にやってもらいたいことがある。西はウェルグローブの森でクコクが大量の武器を調達するらしい。その取引を阻止してほしい。クコクに武器が渡るのを防ぐのだ。相手の戦力を削ぐわけか。さすがだな火山よ。現地に東という商人がいる。探して頼るとみる。信じているぞ火山。このわしも光殿を信じよう。そなたが望む未来は命を落とす価値がある。共に必ずや取り戻そう。クコクを。